2021. We're living on Mother Earth. People laughing. Birds singing. Transporting. Manufacturing. Constructing. Now we have to know that everything is connected. No borders. No discrimination, lots of love and peace. It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kinimansu Tsukamoto Nikki. Ashita no Kareji. いつも明日のカレッジの YouTube ライブのチャット欄でコメントをね、いろいろ書いてくださっているリスナーの伊藤ラパンセさんからお便りいただきました。ありがとうございます。えー、なになに荻上智希さんのセッション22で、来週から明日のカレッジを担当しますと番組を紹介していた仁希さんに好感を持ったことを覚えています。 その時、ニキさんが語ったことに非常に強いオリジナリティを感じました、はあ、もう1年ちょっと前のことですね私何喋ったかも全然覚えてないんですけれどもガチガチの緊張してたんでね、えー、何を言ってたかと言いますとセッション22の継承番組として真面目に学びの場を追求していくこと学びのレベルを高めていくことしかし普通の人を置いてけぼりにはしないことうん 明日のカレッジの放送が始まると、真羅万象、多彩なテーマに飽きることがありませんでした、確かに興味がある、ないなどのレベルの差はありますが、どのテーマも1つでも2つでも必ず学べることがありました日替わり定食なのだが、すべてのメニューの食材が違う、明日のカレッジはそんな番組だと思います。 毎日違う食材を毎日違った形で表現できるにきさんは、誠にこの番組の主役として逸材だと思いました。にきさんの心身の健康は大丈夫だろうかということが唯一の心配です。にきさんが健康であり続け、オリジナリティを発揮し続ける番組をこれからもよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。ラパンセさんはい、おかげさまで私、日記、心身ともに健康であります。はい、毎日お水飲んでね、えー、寝たりしています。はい、健康です。<laughs> あ。でも本当にね。あの昨日でこの挨拶のカレッジはまあ、ありがたいことに1周年を迎えることができました。本当に皆さんのおかげですで。 1>, まあね、あの1年少し前にそのこの時間を以前やってらっしゃったチキさんのセッション22であのこのキニマンス塚本2期っていうのはどこの馬の骨だって思った方もたくさんいたと思うんですけれど、まあ、私も正直ね うん、よくわかりませんでした。はい。でもまあいろんな人からのね手助け、まあ、知った激励もいただくことができてこうやっていろんな学びをいろんな角度からいろんな人に届きたい届,届いてほしいと思いながらやっております。でラパンセさんのようにね YouTube で。えー あの見てくれる人チャット欄にコメントを書いてくれる人ツイッターで書いてくれたりおはがきをくれたりただ自分一人で聞きながら自分一人で考えたりいろいろなことを紹介してくれる人もいるからこそ。 私たちはこの明日のカレッジを一緒に続けることが、この2年目もねできるというわけでして、これからも皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思いますえ。伊藤ラパンセさんには明日のカレッジオリジナルステッカーをプレゼントします。なぜなら、この1週間、1周年を記念して、今週と来週放送中にメールが読まれた方にはオリジナルステッカーをプレゼント しております。なので、えー、メールローマ字で明日のアットマーク TBS ドット CO ドット JP に送ったお便りが読まれた方はぜひ忘れずにお名前住所電話番号も忘れずに書いてくださいね。はいそれでは参りましょうか。今日のクラスはこちらです。明日のお仕事学部国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会。 改めましてキニマンス塚本二キです一、えー、年前は自分の名前すらちゃんと読み上げることができませんでしたけれど今はスラスラと読むことができます、えー、この今日の明日のカレッジをですね、まあ、私二キがこれまでの人生のもう半分近くは、まあ、関わったりお世話になっているんじゃないかと思うシェアハウスというものにフォーカスしていきます、まあ、以前も話したかもしれませんけれど なんやかんやで私、これまでの人生で30回以上引っ越しをしてるんですよね。あの別に訳ありじゃないですよ、夜逃げじゃないですよ、普通になんとなく引っ越しを30回以上してきた人間です。はい、で、そのうち17か18ぐらいはね、シェアハウス、またはルームシェアだったんですよ。なので、最低でも2人、一番多かった時は。 25人ぐらいの共同生活してたかなうんまあでも私個人的にはそれがすごく楽しいこともたくさんあっていろんなねあの友達との出会いもあったわけなんですけれど皆さんはこのシェアハウスってのどう思いますかね日本ではまだまだあのすごい一般っていうわけではないかもしれませんけれど、まあ、特にこのコロナ禍にシェアハウスで共同生活ってどんな感じなのか。 私そこすごく気になりますねえそして明日三十日で緊急事態宣言全面解除されるということですがこれまで海外からの留学生などの方たちは日本に入ることができなかったんです、えー、世界の G7 フランスアメリカイギリスドイツイタリアカナダ日本この G7 の国々の中で 外国人留学生の受け入れを再開していないのはなんと日本だけなんだそうです、えー、これには一体どんな問題があるのか、えー、皆さんの声も聞いていきたいと思います、えー、そして実際に国際交流シェアハウスで暮らしている方々とリモートでつないで日々の生活の話聞いていきたいと思います 皆さんのシェアハウスに関する疑問質問またご自身がシェアハウス経験があるという方でしたらぜひその時のエピソードを教えてくださいねよかったことも大変だったこともぜひ聞きたいですメールはローマ字で明日のアットマーク TBS.CO.JPTwitter はカタカナで「ハッシュタグ明日のカレッジ」ファックスは0355620954ですそれでは今夜はこの曲でスタート え今日自民党総裁選が行われました、まあ、これで何が変わるのかまだ分かりませんけれど自民党総裁のチェンジいい方向へのチェンジがあるといいなと思いまして今日のオープニングナンバーは「h a r d Change」。 はい、YouTube の皆さん、こんにちは。ラパンセさんも見てくれてますかねお便りありがとうございました。はい、えー、今日からオフィシャルに2年目突入という感じですけれどね、昨日1周年万歳という感じだったので、今日からどん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 スロット投げていきましょう。ウェイウェイといえばシェアハウス <laughs> ということで、あの、今日はね、まあ、シェアハウスについて、えー、多分か 共生社会という一つの軸にも向けていきますまあ、皆さんが想像するシェアハウスはどんなものかね分かりませんけれど、まあ、世の中にはいろんなシェアハウスがある日本にいながら 国際交流ができるというのも、まあ、シェアハウスの一つの魅力かもしれませんね。まあ、今日はそんな話を聞いていきながら、このコロナ禍のシェアハウス、そしてこれからの、えー、日本の入国宣言など、いろいろちょっとこう広い視野も広げていきたいと思いますので、皆さんからのご質問やメッセージ、えー、チャット欄またはツイッター、メールの方でもお待ちしております。今日もよろしくお願いします。 明日のカレッジ時刻は10時11分になったところですここで TBS ニュースニュースデスク国木夫さんお願いしますお伝えします事実上次の総理大臣を決める自民党総裁選が強固行われ決選投票の結果岸田文雄前政調会長が新総裁に選出されました 岸田氏は1回目の投票で国会議員票と党員票を合わせて256票を獲得しトップに立ちましたが過半数の得票には至らず2位となった河野行革担当大臣との間で決選投票が行われました決選投票の結果は岸田氏が257票河野氏が170票でした一方野党側はこぞって自民党は変わらない 変われないなどと指摘しました。来月4日に招集される臨時来月4日に招集される臨時国会では、予算委員会も開催し、岸田新総裁との質疑を行うよう求めることにしています。秋篠宮家の長女眞子様と小室圭さんの結婚について、宮内庁が明後日10月1日に正式に発表する方向で調整を進めていることが分かりました。 会見では、結婚に関する儀式を行わないことや、お二人での会見を開くのかどうか、結婚に際しての一時金の支給の有無などについて説明がある見通しです。新型コロナウイルスについて、全国で今日これまでに1973人の感染が発表されました。明日で解除される緊急事態宣言の対象地域では、茨城、滋賀を除く17の都道府県で先週の同じ曜日を下回っています。 また全国で入院している感染者のうち重症者は昨日から64人減って全国で998人となりました1000人を下回るのはおよそ2ヶ月ぶりです一方東京都は新たに267人の感染を発表しました40代の男性1人と50代の男女5人を含む17人の死亡が確認されています国内製薬大手塩野義製薬は 現在開発を進めている新型コロナウイルスの飲み薬について開発の最終段階である臨床試験を始めていて国への承認申請を急ぐ方針を明らかにしました飲み薬は新型コロナウイルスの軽症や無症状の患者向けで1日1回5日,間服5日間服用するもので宿泊療養者を含めたおよそ2100人に対して臨床試験が行われるということです 塩野義製薬の手シロ社長は、飲み薬の効能について、現在出ているすべての株に問題なく効くと思っているとしています。今後、実用化の見通しが立った場合には、最低でも100万人分は用意したいと話しています。以上、ニュースをお伝えしました。国清さん、ありがとうございました。 さてここで沢田大樹記者に来てもらっております。沢田さんこんばんは。こんばんはよろしくお願いします。まあ、えー、先ほどのニュースにもありましたけれど、今日自民党総裁選の結果が出ましたね。はい。はい、新総裁は岸田文雄さんに決まったということですが、すねはい、まあ今日この結果を受けて、うん、あの澤田さん的にこうどういったところが決め手になったのか思いますか。はい。まあ一番決めて だったというか、まあ、準備をすごくされてきていて、去年、あの1回出て、まあ、全然ダメだったと。 ご本人もまあおっしゃっていて、岸田は終わったというふうにあの出馬会見でおっしゃってましたけれども、その状況からえ1年間、結構全国を回ったりだとかして、ノートにいろんな声を聞きましたというふうにノートを掲げたりっていうのを、最初の会見の時のパフォーマンスでされてましたけれども、地道に回って、かつ、支持団体とかもあのちゃんと回っていたということがまあよ、用意周到にいろんなことをしてきたことが、結果的には実を結んだところがあると、まあ、その時点では菅さんが出ると。 いうふうに思って思われていましたから、はい、まあそれでまた状況が変わって、えー、結果的にまあ追い風になったと。 いうことになると思います。うん。今回このあの議員票と都道府県票、うんはい、河野さんと岸田さんの間で比較してみると、うん、都道府県票は河野さんの方が圧倒的にえ39票に対して、そう、ね、これ決選投票の時ですね。はい。はい、岸田さんはは 8, 8票だったけれど、はい、議員票の方は岸田さんの方が、はい、まあ結構多かったという結果になったんです、ねはい、これ1回目でもそうで、あの1回目のその 都,都道府県、地方の票ですね、党員・党友票なんですけれども、えー、河野さんがだいたい44%取っていたのに対して、岸田さんは27%なんですね。うんうん、なので、えー、党員・党友、一般の方に近い党員・党友の方の評価は、えー、河野さんのほうが高かったということですね。でこれは、まああの、決選投票でもまあ票数で分かるように、各都道府県のまあこれ一番を取った人が、まあ、あ 票が1票入るわけなんですけれども、まあ、39都道府県で河野さんは1位だったと、うん、でそれに対してまあ岸田さんは8票しか、8つの都道府県でしか入らなかったと、うん、いうことなので、やっぱりこれが、じゃあ、議員の思いと、一般に近い党員の方の思いというのはかなり分かれてしまっていると、はい、それをどう捉えるかと。 いうことですね。岸田さん陣営からするともっと河野さんは実は、えー、党員一般党員の人たちからは支持されていると思ったけれども40%ぐらいだったかというような見方をする人もいます、うん、だからその子にかなりの差があるのでそれが次の選挙ですね今度総選挙になった時にどう反映されるのかこれ 河野さんを逆に冷遇してしまったりすると、いや、僕らの思いとは違いますよね、私たちの思いとは違いますよねっていう風な形で、自民党に対して逆ギャフになる可能性もまだ秘めているので、だとすると、岸田さんはじゃ河野さんをどういう風なポストで処遇していくのかっていうことが、まあ明日以降、問われてくることになりますね。うん、なるほどあの岸田さんにそのあの新総裁として期待、うん されている点、うん、また過去にこういった発言が気になっているという点は何かかありますか、はい、期待されている点は今までの選挙戦で言ってましたけれども、アベノミクスとか、あとは小泉さん以降、格差をある種、えー、広げるような政策をしてきました、競争を重視して、まあ、格差が結果的に広がるというようなことをしてきたんだけれども、それは是正しますよと、うん、新しい資本主義、分配をしっかりしていきますよ、まず、あのー、生活が苦しい人たちに対してもちゃんと処置をしていきますよ、あるいは女性とかシングルで、 子育てをされている方とかに対してもちゃんとフォローしてきますよということをまあ岸田さんは言ってきているのでそこに対してどういう政策が行われてくるのかというのが1つテーマで選択的夫婦別姓とかの政策についてももともとはえ推進側にいた方ではあるとただしこの選挙戦の間でどうもトーンダウンをしてきていて議論しなければならないという言い方に変わっているじゃあそこをどうするのか。 という問題というのが、も一つ、懸案としては残っているかなというふうには思いますなるほど、そういったちょっとこうポジ立場の変化具合が、ちょっと今後、気になるところです、ねうん、そうですね、選挙戦で勝つにあたって、多くの支持を得るために、そこの尖っている部分をまあ削ってきた部分があるのではないかという懸念があると。 いうことですね。うん、あの,今日のこの総裁選のあの中継を私、見ていたんですけれど、はい、あの岸田さんご自身の特技を、えー、人の話を聞くことだっておっしゃってまして、うん、ただ、先ほどものニュースであったようにあの野党からはまあ、自民党は変わらない変われないという、うん、まあそういったまあ批判の声もある。はい、あの そのまあコミュニケーション術といいますかその人の話を聞くということはやっぱり報道との関わりにもつながると思うんですけれど菅首相と比べて次期総理の記者会見について期待はどのような感じでしょうか。 岸田さん、まあ、露出を増やすという側面がたぶんあったんですけれども、あの出馬表明してから4回から5回、1時間以上の会見をやり続けてるんですね、トータルで6時間だってうふうに、うん、今日の会見でおっしゃってましたけれど、まあ、説明をたくさんしようと、時間がある限りに関してはしようというお気持ちはどうもあるようで、あのー、討論会とかでもですね、あのー、朝晩、ちゃんと記者対応をするっていう可能性については言及しているので、まあ、菅さんの時よりは、 出そううという気持ち、あのー、伝えようという気持ちは終わりになるようだというのは、はいまあ、メディアからするとうん好意的には捉えられるかなというふうふには思います。なるほど はいまあ、ね今日決まったばかりのことですから、まだまだこれからいろいろ新しい、えー、発展あると思いますけれど、はい、ちなみにあさって金曜の明日のカレッジでも、このお話、佐藤さんとの話と、はいまありまあと緊急事態宣言も解除になったので、今後どうしていくのかということも含めて、岸田さんの政策とも関わりますし、あとはどういう人を配置していくか、明日にも党の人事、党の役員人事を決めるということが言われています。でそこでどういうい人をを配置するかによっってて岸田さんって何をしたい いいのかなっていうところが見えてくるかなと思うのでそこの話を少しお話できればなと思っていますそうですねそこじっくり聞いていきたいと思いますここまでは沢田大樹記者にお話を伺いました沢田さんどうもありがとうございました失礼しましたはい。お知らせの後は今日の講師がご登場します 明日のカレンジ」 it's time to learn more for the beautiful next 100 years 次の100年のために明日のカレッジ明日のカレッジキリマンス塚本仁希です今夜は明日のお仕事学部国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会今夜の講師の方をご紹介しましょう 日本で生まれ育った在日コリアンとして、すべての人が差別されることなく、生い立ちや事故のルーツに誇りを持って生きられる社会づくりを志,志していらっしゃいます。2011年ボーダレスジャパンに参画し 多国籍シェアハウス事業の代表として国内は東京を中心に海外は韓国そして台湾で事業を立ち上げ今では運営ハウス100棟累積入居者1万4000人を超えるボーダレスハウス株式会社代表取締役の李誠一さんです李さんよろしくお願いします。よろしくお願いいますはい あのー、先ほど私、リサのツイッターをちょっと流させてもらったんですけれど <laughs>、はい、あの告知してくださってありがとうございます。学生時代ラジオを聞いたんですてたのは他局だと思うんですけど受験生の時とかに勉強しながらとか布団の中で音楽聴いたりとかその当時まだ J−POP が、ね、<う>ランキングとかでずっとあのガンガン流れてた時代があったので。<laughs> はい まあと営業してる時とかに車でずっと流したりとかしたので、うん、なんかこういう環境ってなんかすごい憧れな環境なんですごい緊張してます。ええもうあのもうのらりくらりとおしゃべりしながらでも過ごしていただければと思いますけれど、はい、まあ今日はねいろいろ李さんのお仕事の話そして、まあ、私も何気にゆかりがあるシェアハウスという、うんえー、まあ ままだまだね日本では多分、まあ、新しい方かもしれませんけれどね,ね、まあ、特殊な、えー、生活空間からいろいろ多文化共生社会が見えてくるお話していきたいと思いますのでよろししくお願いします<ー>はいまずあのボーダレスハウスというシェアハウスを、えー、経営されていますけれど実はですね、えー、リさんのことご存知の方からメールが届いてましては甲、い、斐、はいえー、さんから。はい ニキ、えー、さん、スタッフの皆様、こんばんはいつも楽しく聞いております。本日、ボーダレスハウスの李誠一さんが出演すると聞いて思わずメールしました。私は以前、ボーダレスハウスのウェブデザインのお仕事をお手伝いしておりました。打ち合わせの時に李さんは面白いことを言ってくださりとてもフレンドリーな方でしたのでニキさんとも波長が合うかも。個人的にとても楽しみにしております。果たしてどんな放送になるのでしょうか。楽しみです。 李さん、面白いこと言ってくださいね。本当に書いてます。本当に書いてま, <laughs>、まあ、いてますよ。<laughs> 本当に来てますよ。はい。なので、はい楽しく、はい、やりたいな、ね、れ仕事は。意識してます。結構。はい。ボーダレスハウスというシェアハウスを運営している会社。なんですよね。はいはい、どういったところが特徴なんでしょうか。あの、まあ、ボーダレスっていう、まあ、国境がないっていう、もう言葉通りなんですけど。えっと、いろんな国の人が一緒に暮らすっていうので、まあ、コンセプトはわかりやすく。 えっと、日本人と外国人が一緒に暮らす国際交流を目的にしたシェアハウスです。韓国台湾もやってるって話があったので韓国台湾の場合は韓国人と外国人の留学生が一緒に暮らすとかっていう感じの国際交流ののコンセプトのハウスですね、うんうん、もともと最初からこのコンセプトでシェアハウスを運営しようとえ立ち上がった会社なんですかいあの最初はですね、えーとまあ、社会貢献というものを ビジネスでっていうところであの会社が立ち上がってまあとはいえあとまあ飯食っていかなきゃいけないので不動産仲介業をやっていたんですけどその時に外国人の人に家をあの貸すっていうその仲介のことをやってた時に当時2000僕ら始めたのは2008年なのでもう10年以上前なんですけど。僕もあの 国国籍は韓国でもう日本に永住権もあるんですけど、うん、一部上場の会社に行ってても、えっと、審査が下りないとかっていうのもやっぱあってですね<ー>でそれ問題だねって言ってじゃあ僕らの会社が、えっと、家賃を保証するからって言って借りてで貸そうっていう感じのモデルを考えて、うんえー、まあでも一人でやっぱり外国人の方が日本で暮らすのも寂しいじゃんっていうのとせっかく日本にいるんだからっていうのでじゃあ日本人と一緒に暮らせばいいじゃんっていうのを考えたのが。 えと13年前2008年なのでうんまあいなかったです私がニュージーランドから日本にあの帰ってきたのが2009年で、はい、2010年から東京にいるんですけれど当時ももともと自分はニュージーランドの学生時代からシェアハウスっていう、まあ、向こうではフラットっていうんですけれど、まあ、誰かと共同生活をするっていうことが結構ごく当たり前の文化から来ていてで東京でもそういう。 シェアハウスに住みたいなってで、まあ、ネットでいろいろ検索してもなかなか情報が出てこないで人に話したりすると「えシェアハウスえ他人と一緒に住むのえそれってちょっとどうなの怖くない?」っていういろいろちょっと。 なんだろうあの色物 <laughs> 扱いされていた時期が、ね、ちょうど2008年頃だったかもしれませんけれどいかかがですかこの13年でもおっしゃる通りで僕らがその海外の外国人の方と一緒に暮らすっていうのをやっているのでそうやってその留学をしてた経験がある人とか、まあ、要はちょっと言い方ですが変わり者が住むっていうすごいニッチなマーケットだったんですけど。うん <laughs> うん えっと、だん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 、まあ、例えばドラマになったりですとかもう住まいの一つとしてもだいぶあの少なくとも日本の特に東京においては定着してきているので、うん、だん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 住む層があの多様化していったりとかコンセプトも多様化していっているので。うんうん 当時はだから10人ぐらい例えば友達集まってシェアハウスに住んでる友達っていたのかって多分いなかったと思うんですけど、うん、多分今社会人の方が10人ぐらい集まってシェアハウスっていうと10人いたら何人か多分手上がるぐらいになってきてると思うので、うん、そ,うそこはだいぶポピュラーになってるんじゃないかなと思います、はいまあ、多分東京だけじゃなくて地方の方で一部には、ね、増えてるって聞いたことありますけどでも、ただそのやはり。 ね、あの全くの赤の他人が同じ屋根の下で暮らすっていろいろちょっと、まあ、ハードルとかねあ,のあるかもしれませんけれどその、まあ、ボーダレスハウスがそのなんでしょうね、まあ、入居したい人とそのまあ 住人同士のトラブルがないようなことに関してはどういったことを気をつけていたりすするんででしょうかそうかそね僕たちはまさにそこのコミュニティを運営するっていうのが僕たちの仕事なので、うん、まさにそのこういうところに住みたいっていう人に対してこういう人たちが住んでるハ,あのハウスをマッチングしてあげるっていうのがまず一番最初のお仕事で,、うん、でその後は住んだ後も、うん、あのもスタッフと入居者の関係すごく近くてフレンドリーなので。 何かトラブルあったときに一緒に間に入って解決をしてあげたりですとか、うん、なんか本当に悩み相談を聞いてあげたりですとかなんかそんなあのすごいこう、まあ、泥臭いというか人間臭い仕事をみんながしているというそんな感じですね、うん、例えば全く日本語がしゃべられない人全く英語しゃべれない人でも同じ今日あのシェアハウスで暮らしてたらどうやってコミュニケーションを取るんですか 大体2人3人のルームシェアではなくてそれなりに10人以上のハウスなので,、うん、で一応日本の方半分海外の方半分ってやってるんですけどそうすると日本語が上手な外国人の方もいれば日本語が一切喋れない外国人の方もいれば、えー、と英語がとても流暢な日本人もいれば、うん、今から英語始めますっていう日本人もいろんな方がミックスになっているのでその中でこうみんな一生懸命コミュニケーションを取るっていう感じになっているので。 逆にたまに英語も得意じゃなくて日本語も今学,、えー、と学び始めてるところのロシアの方が来たりとかそういうケースもあるんですけどなんとか肉手続き乗り越えて住んでもらってそれも経験してほしいみたいな感じでやってますなぜそれほどにそのあの異文化交流とか多文化共生を大事にされているんでしょう、まああのー、さっっっっきその家を借りられれないっていててう問題があったんですけど、うんまあ、それって結局 あの理由って何だろうというふうに思った時にあのこの国の人はこうだよねとか片付けしないよねとかなんかそういうある特定の国とか宗教の人に対するまあ思い込みに近い偏見というところから来てしまうすごいネガティブな感情だなと思ってましてそういうのをじゃあどうやって乗り越えていこうかとするとまさに。 さんのように海外でいろんな経験をした人とかですね僕らがやっているようなシェアハウスにあの経験していろんな国の人と異文化交流したことがある人が社会にどんどん増えていってそういう人たちがマジョリティになっていくっていうのがあの偏見とか差別のない共生社会に実は一番の近道じゃないかっていうのを僕ら信じてやっているのでなのでシェアハウスはあくまで僕らとしてはそれを実現するための方法ツールっていう感じでそこにこだわってやってます、うんうん。そうですね、まあ ちょっとまあ私の話をちょっと振り返ってしまうんですけれどやっぱりその私自身もまあその日本のことも英語圏のこともまあそれなりに分かってる立場でシェアハウスの,その国際的なシェアハウスにいるとやっぱりそのまあ言葉がちょっと通じないからコミュニケーションのお手伝いとかあとはあの私はベジタリアンなんだけどこの食材はなんか肉入ってるってその原材料名読んであげたりとかそういうところのんかこう。 お手伝いというかまあ本当に大したことないんですけれどそうすることで少しずつなんか自分が知らなかった外国のこと分かったり逆に自分も今まで考えたことなかった日本の日々の生活のあれこれとか多分なんでゴミ出しルールがこんなに厳しいんだとかねそういうこともなんかあ言われてみれば何でだろうとかそうやってこう日常生活を あの当たり前じゃない立場の人とかと一緒に過ごすといろいろ自分も発見が多くてだからシェアハウス生活をなかなか 20代の頃はやめられななかかったんんですよ、ね、<laughs> なんかこう価値観をアップデートしていくみたいな感覚だと思うんですけど、うん、なんかその経験がやっぱり一番大事なんじゃないかな特に20代なんかは思うので、はい、まあだったらいろんな多様な人が一緒に暮らした方がよりアップデートされていくのでそう,そういう環境を提供したいなとは思ってますけどねただねあのリーさんこの今のコロナ禍の現状で、はい、なんでしょう以前のようにシェアハウス楽しいよウェイっていう感じなかなか。 やりにくいいんじゃななのかなって、まあ、私自身はあの、まあ、コロナが始まった頃からあの友人と2人っていうね、まあ、小規模のルームシェアをしてるのであのただ以前は20人ぐらいが、まあ、たまにウェイってしたり <laughs> あとはまあ基本あのそれぞれがそれぞれのことをやってるっていうシェアハウスにいたんですけれどいかがでしょう今のこのコロナ禍の、まあ、3密を避けるソーシャルディスタンスの時代のシェアハウスって実際どんな感じですかいやまああの 僕たちはそれをま1つビジネスにやっているので、ビジネス上はやっぱりかなり苦しいところはあるんですよね。うん、で、あの外国人の方が日本に来れないとかっていう問題も相まって、さらにあのビジネス環境としては厳しいのと。うん あの去年とかなでそので4月5月とかに緊急事態宣言が出てなんか本当に人との関わりが悪みたいな空気感が日本に流れたた時あったと思うんですけど特に外国から来る人に対してもちょっといろいろ疑惑の目みたいなのがありましたよね。日本もの中でもあって、うん、そうするとこうそもそも住人を募集していること自体が僕たちってどうなんだろうとかですね、はい、これは不要不急なのかとかっていうところでかなり自分たちもいろいろ。 あの問いながらやってきてかなり難しい状況ではあるんですけどあのまあ一方いいところもやっぱりありましてあの今のコロナ禍でシェアハウスだったからこのリモートワークとかこういうところの寂しさとかストレスっていうところから救われましたっていう声ってめちゃめちゃ多くてですねやっぱりまあ僕も想像すれば僕は今あの家庭があるので家族と住んでるんですけど。 前の一人暮らしの部屋でずっとリモートワークをしたらその時の考えるストレスって考えるときにそれが自分で仕事してリビングに行ったら誰かがいてそこでちょっとたえもない話をしてっていうのであのそこに救われた若者たちがすごいいてなんかこれはまた一つリスクの中にあるすごい明るい話であって、うん、あのシェアハウスっていう形がこれからも一つ定着していくなんか兆しじゃないかなって思った部分もあります。そうですよねまあ まあよくよく考えればそのシェアハウスって例えば大家族で暮らしている家と基本でしょう実質変わらないと思うんですよ。血縁ではないけれど同じ、まあ、ファミリーとして暮らしているだったらそこはもう当然ねあの、まあ、一般常識を守って外ではマスクする感染対策をするで家の中でもあのか家庭内 感染に気をつけるっていうところがちゃんと共通の認識であればシェアハウスも家族と暮らすも変わらないんじゃないかなって思うんですけれどおっしゃるなので逆に難しいところでいくとやはりそこに対する危機意識みたいなものが人によってさまざまだったりしますよね。はい、です日本人同士でもなんでそうなのってなるときありますし。 飲みに行きたいっていう人もいればまだまだでしょうっていう人もいたりして、うん、まあそういう方々がやはり同じリビングを使ってみたいなところで、うん、あの感じるストレスとかなんかそういうものは、まあ、結局はなんか思いやりというか、うん、あのおっしゃるとおり、まあ、それは家族の中でも起きるんですけど、うん、その辺のところがやっぱり乗り越えていかなきゃいけない部分かなとは思いますね。うんはい まあやっぱりそのコミュニケーションと思いやりっていうところはまあ大事かもしれませんね、まあ、シェアハウスに限らずはいで先ほど少しあのお話ありましたけれど今日本は新規留学生などさまざまな立場の外国人の方が日本に入国が認められていないという現状がありますでこれはあの先ほども言いましたけど G7 の中で日本だけが留学生を受け入れ受け入れ、まあ、拒否というか受け入れを受け入れ えー、承認してないといとうこれに関してちょっと李さんのご意見聞いてみたいんですけれどあのまあく日本から見た時の,その、まあ、水際対策ですよね水際対策として日本の国民の方からするとそれはやっぱりこうやってあのコロナウイルスっていうところが変異株でいろいろ来てるので、まあ、基本海外から来てるじゃんっていう話ですそもそも海外から来て始まったじゃんっていうところがやっぱ始まりがあるので。うん そこに対するリスク主義みたいなところは当然出てしまう部分はあるかなと思うんですけどもなのであの具体的な国の政策とかですねその辺のところに関しては私が言うところではないんですがあのやっぱり水際対策の徹底っていうところでいくと僕は実際あのこのコロナ禍でも去年2回韓国に行ってましてあの実際に韓国でも隔離をしてで日本に帰ってきて隔離してっていうのをもう2回ぐらいやってるんですけど。 まあ台湾も台湾行ってないんですけど聞いてはいるんですけどまあそこの,あのシビアさというかあとは情報のそこで出た感染者に対する情報の開示の仕方とかそういう実際のやることの政策の部分のところの差がかなり大きいのでやっぱり国民が過剰にこう反応してしまっているというところはあるので水際対策の徹底というところの,その隔離をどうやってやるのかみたいなところは僕はまあせあの必要なところじゃないかなとはすごく あの体験者として思いますすそうですよ、ねまあ,その、まあ、あの国内の安全を守るための水際対策っていうものは例えばですけど例えばオリンピックやパラリンピックっていうものが、えー、なかったらあのおよそ9万人という関係者 <laughs>、えー、メディアを含み外国から大量に特別 入国させるという事例がなかったらあ水際対策大事ですよねって私も言えるんですけど正直ねあの日本に留学したいまたは日本で働きたいまたは日本にいるパートナーと会いたいという人たちがだめですと言われているっていうところはちょっと正直個人的には納得いかない状況だなと思うんですよね。いやもう本当にだからでそのでそ 外国人の方が日本に入れてないっていう事実だけ聞くとあれなんですけど、入ってるじゃんって。まあ、そうなんですよね入。入ってるじゃん、入ってるじゃんだからまあ留学生とかそこの海外の人たちはそこに非常にこう怒っていて、うん、で逆に留学生の方々はそれこそ本当に二週間や一ヶ月でも隔離しますよぐらいな感じで、全然隔離してでもいいから入れてほしいみたいな思いは。ワクチンも打ったよとかね。もう,も,うかんもう全て揃えて、で一年前からずっと国で待ちながら用意している状態ではあるので、なんかそこに対してのこの。 じゃあどうなればあの緩和されるのかっていうそこの道筋も見えないところなのですごい不安な日々をずっと海外で過ごしてしまっている人たちがたくさんいるというのは本当に問題だなと思いますね,そ,すね、まあ、そこはちゃんとあのもちろん、ね、必要な手順を踏めば日本に入れますよ日本の社会の一員になりますよっていう日が早く来るといいなと思っております。 え今日の「明日のカレッジは」は国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会についてボーダレスハウスの李誠一さんにいろいろお話を伺っています。お知らせの後は実際に国際交流シェアハウスで生活をされている方々とリモートでつないでお話を聞いていきます。 明日のカレッジ。明日のカレッジ、今夜は明日のお仕事学部国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会。 国際交流シェアハウスボーダレスハウスの李誠一さんとお届けしています引き続きよろしくお願いしますいたします。さてここからは実際にボーダレスハウスで生活をされているお二人とリモートでつないで日々の生活のリアルの話をちょっと聞いていきたいと思いますえ日本人の大学生山田さんとオーストラリアから来日し今は社会人のアシュリーさんですもしもし山田さんアシュリーさんこんばんは こんばんばはい、こんばんは。はじめまして。<laughs> えー、はじめまして。はい、よろしくお願いします。えー、まず、えー、アシュリーさん、オーストラリアから日本に来て、もう何年ですか今、なんか3年半経ちました。はい、最初は留学できたんですか、うん、えっ、ー、と、実は、あのー、 オーストラリアの大使館でインターンを見つけてその理由に日本に来たんですがその,その時はあの、まあ、大学大学生とかあの中高校生だった時もあの日本で留学をしに来たから、まあ、なんか日本語を勉強するのにように来ましたなるほどでそして日本ではずっとシェアハウスで住んでるんですか そうですね、一応、4か月ぐらい実は待機したけどなんか、彼氏と一緒に住んでて違うのボールレスハウスに住んでたの彼氏と一緒に暮らしてて、でもまたあのこのうちに戻りました。 カップルでシェアハウスで暮らすっていうケースもあるんですね。まあ、それに関してはまた時間があれば詳しく聞かせていただきたいと思います。え山田さんの方はいかがでしょうシェアハウスにはどれぐらい暮らしてるんですかそうですね。今1か月ちょっとぐらいです。1か月ちょっとまだあじゃあまだ入ったばかりですかそうです。はい。なぜあのボーダレスハウスに入居しようと思ったんですかもっときっと。 はもともと留学をしようと考えてたんですけどこのコロナウズで行くことが難しいのでそのいろいろサイトとかホームページでさ調べてたところにあのボーダレスハウスを見つけてここでしようと決めましたはいじゃああの東京にいながらもいろんなか国の人たちと交流がしたい英語を使いたいと思ったんですか あ、そうです。そうです。<laughs> はいえ、ちなみに、あの、山田さんとアシュリーさんは、今、同じシェアハウスから。えー、このリモートでご参加されて、くれていますけれど、ちょっと放送の都合上ね、ちょっと音がエコーしてしまうので。山田さんのみ、ちょっと、あの、お部屋の方に移動してもらっています。すいません。今、あれでしょう。あの、二段ベッドの、下の段っていう感じの環境でしょうか。あ、そうです。そうです。はい、ドミトリー部屋ですか。シャリリアです、ね。 ロフトベッドみたいになってる、ね、あロフトベッドなんです、ねはい、なるほどアシュリーさんは今どの部屋にいるんですか私一人部屋に住んでますはい今今座ってるのはどこですかあそうですねリビングにいますはいあの見たいですかあ見せて,てもらえますか <laughs> いいですかちょっとあの YouTube のあのね y o u t u b で見てらっしゃる方はちょっとカメラで、えー、見れますのでちょっと様子を一つぐるっとカメラで見せてください。<laughs> なんかアイス食べ食べてるけど、めっちゃいるやん。あ、<や>あこんばんは。あ、アイス本当だアイス食べてますね。あ,<ー>あ、こんばんは。<laughs> 皆さん同じシェアハウスの住民さんですか？ 一緒にみんな住んでます一緒にみんな住んでアイス食べてるんですね <laughs> いいですねごめんなさいね山田さんだけちょっとあの <laughs> 一人でお部屋に行かせてしまいまして美味しいです <laughs>、はい、ああの山田さんいかがですかこの1ヶ月半ボーダレスハウスというまあ、国際交流というのがテーマになっているシェアハウスに暮らして生活の中で驚いたこと困ったこと何かありましたか そうですね最初はやっぱりシェアハウスっていうのでちょっと抵抗はあったんですけど皆さん本当に優しくてすごい親切にしてくれるので,してくれるのですごく楽しく今はすごく暮らせてますなんか特に不満とかはあんまりないですお、なるほどアシュリーさんはいかがですかもう3年以上日本で暮らしててでほとんどずっとシェアハウスですけれど いかかがですか日本人と外国人と一緒に暮らすシェアハウスはどんな感じですかそうですねあのそう。コロナの前と比べるからそれは面白くてコロナの前にほ,ほとんど半分半分であの外国人と暮らしたらなんかいろいろな,なんかイタリアの料理とかロシアの料理でもなんかドイツの料理ドイツのビールとかにもあのシェアしててすごい楽しかったけど今の状態なら日本人 まあ、私のな,んかなぜかシェアハウスになんかと注文なんかここにあの <laughs>、uh, Why I chose this house?、Mm hmm. な,んかなぜボーダスにあのそう決まったのはあの日本人と一緒に住みたくて、mm hmm. あの実はなんか3年前はなんか全然日本語をしゃべらなくて勉強してもあのそして本当にこ,なんかここに住むおかげで日本語を成長できて <laughs>、はい あのまあ一緒になんかいろいろな文化とかもあの日本人なんか分かってるの文化でもなんかタナバとかもできるからはいなんかそれは楽しいですはいあのさっきここにあのスタジオにリーさんがいらっしゃるんですけれどあのリーさんが言ってたんですけれどあの一応英語と日本語で聞きますねあの he was saying before that foreigners in Japan have a hard time living a、uh, finding real estate in Tokyo because many、uh, landlords don't want to rent out to foreigners. I want to know your opinion about that. あの先ほどリーさんがあの日本の大家さんの多くはちょっと外国人には貸せないなっていう気持ちの方が多いというねことを言ってたんですけれど、アシュリーさんは何かそれで経験ありますか？あ、ええこれ大丈夫であ、ど大丈夫ですよ。Thank you. Um, so yeah, we if we want to live like Even in other share houses or in a apartment by ourselves, we need a guarantor hmm. and that that guarantor usually has to be someone living in Japan. Hmm. So if you come to Japan and you don't know anyone, then how are you meant to find that person? Uh, it's really hard and I also think too um, that like, you have to set up the key like the key money there's all these different fees that makes it so confusing for us and that's one thing that i one thing i don't like about japan society is everything is paper ありがとうございます <laughs>、はい、あのアシュリーさんはね、まあ、オーストラリアから日本にいらしてるわけですけれど、まあ、やっぱり外国人が日本であの、まあ、賃貸を契約するためには連帯保証人が必要で日本に住んでる連帯保証人が必要でも日本に来たばかりの、うんえー、日本人の友人家族誰もいない外国人にどうやってそれを探すっていうのかっていうところが一つの大きなネックだということですね。でそして金ああ金ななどいいろいろなことを 雑で分かりにくいシステムもあるし、あとここはちょっとねアシュリーさんが日本社会のちょっと良くないまあ嫌いだなって思うところは、何でもかんでも紙でやりたがるというところがちょっとこう嫌だなというそうです。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。リーさんちょっとここまでのお二人のお話聞いていかがでしょうか。いや今はあのアシュリーさん言ってくれたその連帯保証人ってやっぱり本当に大きくてあのそんなのいるまあ 前提としてていいいるはずないじゃんっていう話まあ、ね、来たばっかりの留学生とか社会人の方がね。そうなんですよ、うん、でなので、えっと、家賃保証の会社さんにお願いして例えば1か月分を払って家賃保証してもらうとかっていうのが、まあ、よくある最近できてきた仕組みなんですけど。 ももううそこはもう信頼問題関係の話なので僕たちはもう連帯保証になしにして、うん、ただあの皆さんの,あの自分の国にいるご家族の連絡先とかっていうのは,は何かあった時に連絡しなきゃいけないのでなんかそこをクリアしたのは確かにあのアシュリーさんおっしゃったみたいにすごい大きな部分かなと改めて思いますねそうですね、まあ、そういった、まあ、制度の壁というかう、ね、なかなか異文化交流強制、まあ、が難しい中で こういったシェアハウスがあるから、まあ、アシュリーさんのような外国人がまあよりス,あのスムーズに住むところを快適に見つけることができるということなんですかね山田さんのようにまだ、ね、あの入居してまだ日が浅い方もいらっしゃいますけれどこういった日本人外国人が同じ家に住むだけで語学のスキルってそんな自然に上がるもんなんでしょうか あのアシュリーさんみたいにもう日本語上手だとみんな日本語で話しかける人もたくさんいてでアシュリーさんも日本語で返すみたいなことあると思うんですけどでも今あの山田君が言ってくれたみたいに特にこの今の時期は留学に行きたいけど行けなくなってしまったっていう人たちがものすごく多くてですね、うん、その方々ってもともとすごく意欲を持って入ってくるので、うん、あの普通に来てなんか隣の住人と会話をするじゃなくて。うん そういうい会話をしに来ているっていう部分があるので、うん、結局目的が一致しているさっきあのアシュリーさんも日本の方と一緒に住みたかったって言ってくれたように、はい、お互いこの持ちつ持たれつっていう関係がニーズとしてフィットしているので。 本当に自然にさっき1か月ですけどみんな優しいって言われたんですけどもう多分入って1週間目の週末にはもうみんなと仲良くなるみたいな多分そういう世界観が多分このハウスにには特にあると思います、はい、あのボーダレスハウスは、まあ、日本だけでもたくさんあると思いますけれどルールとかその今日一緒に住むにあたってのルールやガイドラインっていうのはすべ、はい、て同じものがあるんですかそれとも家,ど家ごとに違うルールがあるんですかあの 不動産っていう賃貸借っていうそういうまず契約がありましてでボーダレスハウスで住む上でのルール他人への思いやりとか人の部屋に勝手に入らないとか何かそういう基本的なルールはまずあります。で ハウスの中でのルールに関しては基本的には自分たちで決めてねっていうところとか多分伝統的に決まってきたこういうルールがあったり、うんえー、なんか一生懸命決めたけど1ヶ月後にはなくなってたりとかなんかそういうものも含めてコミュニケーションなので<ー>あの結局ルールで縛っても僕たちは一緒に住まないので基本的に今の住んでる人たちに合ったルール作りを自分たちでやってもらうという感じになってます。うんあのー、山田さん こ,のシェこれまでシェアハウスは住んだことがなかったというふうに伺ってますけれどいかがでしょう、初めてのシェアハウス共同生活でルールというものは今、そちらのお家にはあったりしますかそうですね、えっと、教育費っていうのが、教益費っていうか,なんか、みんなでお金を出し合って月に300円一人払ってでそ、それで調味料とか、まあ、みんなが使うようなものを揃えるっていうものがあったり、あとは、 使ったものはちゃんと直すとか、まあ、そういった基本的なことはあったりしますけど基本的にはみんなその優しさがあるので他の人たちがやり残したことはなんかその優しさでカバーしてっていうのは本当あり,ありがたいし自分もその優しくなっていくっていうか、ま、前してくれたから俺もやろうみたいなのがどんどん,なんかその連鎖って言いますかすごいなんかいいその循環になってるのかなって思います今。 食べる前にお皿を洗うか食べ終わってからお皿を洗うまたは明日の朝まで置いてもいいじゃんっていういろんな考えの人がいると思いますけれどあのそういうところはどうやって <laughs> あのの乗り越えるんでしょうあアシュリーさんはなんかそういううトラブルあったりしますかそうですねあのよく。実はよく ありますえっとあのお皿放置とかなんかこのうちによくあってまあでもみんなほとんどそう料理食べたあ あとはするけど忘れる人がなんか最近増えてきてあと直接んか本当に特にあの炊飯器洗うの忘れる人が多くて、はい、だから私いつもみんな,すなんか毎回炊飯器洗ってない時は「誰だ?」になっちゃうから <laughs> <laughs> でもそういうところはまあ話し合って正直に 思いやりを持って解決するっていうのが一番理想ですかね。そうですねあのこの間はなんか一人はすごいあの,あのコップを置きっぱなしででもなん,かなんかそういうのなんかちょっと会議じゃないけどなんか毎月ミーティングやるからその時にあのみんな,なんかじゃああのコップのかップなんか 使ってから洗ってねとか優しく言ってからもうあのそういう問題はなくなるからなんか多分気づく相手の方は気づ,気づかずにあのそのままでやっちゃうから、うん、そうですね,ですねまあこれは本当にもう家族と暮らしても変わらないことですよねはいあのここまでは国際交流シェアハウスのボーダレスハウスで生活されている日本人の学生の山田さんとオーストラリア人のアシュリーさんでした2人ともどうもありがとうございました。 ありがとうございます。ありがとうございます。このあと,あと、えー、このあと、あこの,後明日のカレージ11時代もまだまだ続きます。では、ここで一曲お送りしましょう。シェアハウスには住んだこ経験がなくても、このルームシェアドラマを見ていた方は実は多いんじゃないんでしょうか。懐かしいですね。94年から2004年まで10年間続いたアメリカの大人気コメディドラマ、<laughs> フレンズの主題歌です。The Rembrandt I'll be there for you. 明日のカレッジキニマンス塚本二希です今夜は明日のお仕事学部国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会今日の講師は引き続き国際交流シェアハウスボーダレスハウスの李誠一さんとお届けしています李さん先ほどのあのアシュリンさんと山田さんの話本当になんか懐かしく感じました <laughs> な,なぜかちょっと懐かしく感じちゃいました私はい、まあ。シェアハウスっていうのも本当にねもちろん 全てが国際合理的なものでもないしね、全てのシェアハウスでみんながよなよなアイスを仲良く食べるものではないと思いますけれどあれも一つの形なんじゃないかなと思うんですけれどただねこちら、えー、はじめさんからのご質問ですそもそもどういうものをシェアハウスというのでしょう一戸建ての各部屋に下宿させるそれとも共同スペースの多い集合住宅合宿所みたいなもの というい定義のところからね今さらですけれどちょっとお願いしてもいいですかはいあの、まあ、昔で言うあの寮だと思うんですよね<寮>で、えっと、行政用語的に言うと寄宿舎っていうところに定義されているんですね。でなので各部屋にはトイレとか水回りとかっていうのが基本的についていなくて個室があって、えっと、リビングやダイニングお風呂などを 共有する一つの建物の中で一緒に暮らす住まいのことですねで、僕たちの例で多いのは皆さんイメージしていただきたいのが 本当に昔ながらのおじいちゃんおばあちゃんのおっきなお家部屋がめちゃめちゃいっぱいあってリビング広くてそれをリノベーション改装してシェアハウスにしている例っていうのがまあ始まりとしては一番多くてですねなのでおっきな一軒家を部屋を割ったりして作っていったのがシェアハウスでまあそこからだんだん進化していってまあそういう建物を作ったり1個部屋を作るなんかマンションみたいな形のちょっと高級なものもあるんですけど基本的には 一人部屋っていう小さな7部屋4畳半ぐらいの部屋がバーって散りばめられていてあのリビングダイニングキッチンとか水回りをみんなで共有する一つの建物っていうイメージで持って頂い,いたらいいかなと思います。そうですね、はいまあ、すねごくくざっくり言えば すごいくあのたくさん家族が多い大家族で暮らしているお家みたいなそうでまああの私個人的にはあのこれまでのシェアハウスでは、まあ、個室で暮らしたこともあったしあのドミトリーって言って、はい、アイ部屋そうですね2段ベッドが2つとか3つとかある部屋で,で、ねまあ、女子は女子男子は男子って分かれた形で住んでたこともありました。そう意外とね あの相部屋も居心地良かったんですよ。いや、そうなんですよね。<う>結構人によって合う合わないがあって。<う>あります、あります。自分は当時はなんかとりあえず一ヶ月、二ヶ月ぐらいだけここに入ろうっていう。ちょっとあの風来坊が激しかった時期だったんですけれど、<laughs> 結局一年半ぐらいいましたね。 うん、であの先ほどね、ちょっともうすでにおっしゃってくれてますけれど、ボジソワカさんからの質問で、シェアハウス用に新築はするんですか、それとももともとあるお家をシェアハウス用にリフォームしたりするんですかという質問ですけれど、まあ、たくさんボーダレスハウス、ねあの、運営されていますけれど、どうういいったタイプが多いんでしょうあの例えば僕たちの例でいくと、えっと、7割、8割が、えっと、既存のお家をリフォームしたパターンですね。 でえっと新築の土地からシェアハウス用に建てていくというのは、もう本当にここ数年、新しいトレンドとして生まれてきていて、要は同じワンルームをばーって作るよりシェアハウスの方が不動産価値的にいいよねとか、そういうビジネス的な観点もあるんですけど、基本的には、シェアハウスの業界的にも、今ある建物を生かすパターンが多くて、これがまた空き家対策にもなるジャンルでそれだ。 いうところもあって増えていったのもあります。うん、はい、空き家対策の話はね、以前明日のカルジでしたことがあるんですけれど、はいはい、やっぱりその誰も住んでない寂しそうなお家がね、あのまあやり方次第ではシェアハウスとして蘇えるというケースをたくさん私も見てきましたけれど、それ今後も今、まあ、コロナ禍もありますけれど、今後もシェアハウスは増えてくると思いますか？あのさっきのコロナ禍におけるその住み方っていうこの。 ソフトの部分はあるんですけど建物としてはこの空き家っていうのはどんどん増えていってあの減らないので、うん、あのこれを再活用するっていう意味でシェアハウスっていう住まいの仕方でいろんなコンセプトのものが出てくる。 っていうことに関してはあの定着しているので、うん、あのこれからもまあ、定着したり増えていったりはするんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。えー、この後も引き続きボーダレスハウスの李さんに聞いてみたいことまたはあなた自身のシェアハウスの思い出の話などありましたらぜひ教えてください。今週来週は明日のカレッジ1周年ということで。 放送中にメールが紹介された方々すべてに番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メールにはお名前、住所、電話番号を忘れずに書いてください。さてこの後は地球環境に関するトピックスから英語フレーズを学んでいくネイキスグリーン英語学びの英語タイムです。 明日のカレンジ Nikki's Green English Hi, everyone! Hi ここからは地球環境に関する最新のトピックスからすぐに使える英語フレーズを学んでいく Nikki'sGreenEnglish の時間ですそれでは早速今日のトピックを check it out ダイバーたちが サンゴ礁や近くのビーチのゴミを取り除きましたこれはマレーシアの新聞ザ・スターが伝えたもの先日のワールドクリーンアップデーでフィリピンのダイバーたちがサンゴ礁やビーチなど海から主にプラスチックのゴミを取り除きました海洋汚染が深刻な事態となっていますがその一方で人の手でゴミを取り除くこともできます ゴミを出さないのが一番いいのはもちろんですが汚れてしまった海をきれいにする活動も重要ですねさて今日のこのニュースの原文はこちら今日ピックアップするのは「clear」です「clear」スペルは CLE are クリア形容して使うと透明な綺麗なという意味ですが動詞として使うと綺麗にする取り除くという意味になります例えば部屋を片付けた方がいいよという時は you should clear your room 他にも あ,あ頭の中を整理するために休憩が必要だという時は I need a break a to Clear my mind Clear は意外なところでは食器を片付けるという意味でも使われます食器を下げてもらえますかという時は Can you clear the table please テーブルをクリアにするが 食器を下げるるになるんですね日本語からはなかなか出てこないこの clear 覚えておくと便利かもしれませんそれではみんなで行ってみましょう Repeat after Nikki 食器を下げてもらえますか can you clear the table please? you the ?Sounds great!Let's try again! Can you clear the table, please? 最後にもう一度ニュースをゆっくり読んでみます。ダイバーたちがサンゴ礁や近くのビーチのゴミを取り除きました。Divers cleared rubbish from the reef and nearby beaches。聞き取れましたか 今日の Nikki's Green English はここまでしっかり復習したい方はポッドキャストでアーカイブしていますので通勤通学お仕事や家事の合間にチェックしてください See you next time! お送りしているのはレイマストロジョバンニクリでした実はこのレイさん私の以前のバイト先の先輩であり友人でもあるのですが私が以前、えー、アリゾナ州のシェアハウスで暮らした時に「やばい砂漠が合わないアリゾナちょっとうまくいってない」とかなり落ち込んでた時に初めて聞いたのがこの「 レイさんのクリアだったんですけれどすごくその時救われたの今でも覚えてます。で、この歌詞の中に「Let Me Clear My Soul」というのがあります。clear は動詞としてさっぱりするきれいにするですが魂をきれいさっぱり洗って君とフローがしたいと歌ってました。以上、Nikki's Green English でした。 Keep on learning how to 明日のカレッジ,明日のカレッジ今夜は明日のお仕事学部国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会講師は引き続きボーダレスハウスの李誠一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、えー、リスナーさんたちからたくさんいろいろ質問が来てますので早速参りましょう七半、えー、さんからのご質問です シェアハウスで気になるのは一緒に住んでいる方との生活時間が合わなかったときにはどうなるのかという例えばそのなんか昼のお仕事、夜のお仕事週末、平日とか、ね、シフトとかいろいろありますけれどお掃除とか洗濯とかそこは困らないのかなというご質問ですもうさっきあの山田君が言ってくれたその思いやりっていうところでもうあの集約しちゃうんですけど皆さん、入るときすごく気にされるんですよね。 例えばドミトリみたいな感じで二人部屋の時に目覚ましどうすればいいんですかでもそうやって解決策なくてあの自分はそういう生活だからこうなるけどいいとかって話とか耳栓をするとかですねそういう配慮をしてやっていて全然あの週末だけやっぱり顔を合わせるねみたいな人たちもいるんですけど、うん、まあだからこそその時間が尊いわけなんでそこは気にせずに来てくださいっていうふうに僕らも言ってますし、まあ、そこはあの実際に住んでる人たちと話し合いながら合わせていくっていうのがまあ実際ですね。うん、はい そうですね。これといったマニュアル通りには行かないんですもんね。うんうん、ね生活、共同生活特に。はい、ありがとうございます。こちらレブンの海辺カフカさん。国際交流シェアハウスでは避難訓練って定期的に行っていますか？ほう、これいい質問ですね。<laughs> すごいですね。地震とか自然災害全く経験したことないっていう国から来た人はね、あの日本でちょっと地震があったら。 どう反応すするんですかね避難訓練は残念ながらやってないんですけども、はい、あの近くの,その避難所だったりですとかあとは避難器具を設置したりとかっていうところは、えー、と管理者としての義務があるので、うん、そういったものは、えー、と入居するタイミングで説明してハウスのルールの中、はい、何か起きた時に緊急時に連絡する場所とかっていうのはあるんですけど。うん あのこれやっぱりあの日本人の方と一緒に住んでいるっていう安心感がやっぱりこういうところにあって、うん、以前震災あった時にもじゃあ結構あの東京から地方にあ関東から地方にこう避難するっていう実家に帰るとかあったじゃないですかはい、はい、そういう時も僕らの時もあのハウスメイトの、えー、と外国人の方を連れて日本の方が自分の実家の栃木に帰るとかですね、うん、香川県に帰るとか、うん、そういうところもあって、まあ、あのセキュリティっていう観点でいうとやっぱり日本人の方と一緒に暮らしているっていうのがまあ一番強くて。うん あとは最低限やらなきゃいけない,こういう避難器具だったり防災器具とかっていうのは基本的にシェアハウス会社さんはちゃんとやってますね。そうですね。まあそういった時もね、まあ、ご近所付き合いみたいな感じで何かあったらこう何をするかってこう日頃の,、ねはい、あのコミュニケーション大事かもしれませんね。はい、えこちららら学生さんからのご質問ででですすすシシェェアアハウス興味ありますルーム暮上 ここは特に気をつけてという点はありますか、えー、良いところだけではない代表としての冷静な視点を参考までにお聞かせ,お聞かせください <laughs> 冷静な視点僕たちは国際交流っていうコンセプトかなと思います生活しちゃうとやはりみんなコミュニケーションの中で解決していくものですし合わなければ出ればいいと思うんですよね、うん、であの入りやすくて出やすいっていうところがシェアハウスのすごいいいところなんですよ家具もありますし、うん、そう家具付きなシェアハウス多いですよねで,であの初期費用も安いので、うん、僕らも1か月から始められますよって言っているので、うん ただあの自分に合ってるコンセプトかっていうところで例えば僕たちは国際交流っていう交流も入っているので。 ずっと部屋にいて交流しなくなると交流してくださいっていうスタッフから圧がかかるみたいな感じなんですよ、えー、それもちょっとね <laughs> 人によってはなんか鬱陶しいなって思っちゃうかもそういうのが好きな人たちが集まっていたりするのでやはり物件を見に行ったりそのスタッフさんに聞くときどういう行為がまあオ OK でどういう行為が NG でみたいなものでそのハウスのコンセプトとか住んでる人の空気感が自分に合ってるかっていうところを ちゃんとその人に聞いたりしながらその空気感のところをちょっとどこまで察知できるのかみたいなところはあのシェアハウスならではの一番大事ななとところかなと思います例えばねその入居を検討している時に内見とかそうじゃないですかそ,です、ね、その時に、まあ、お見合いじゃないですけれど、まあ、そこでせ普段生活している時間帯に行ってあの、まあ、気取らず飾らず、ね、こんな感じで暮らしてますよって。うん こたつでなんか雑魚寝してますよってところもあればちゃんとあの私物は絶対にリビングに置きませんっていうところもあるしそこをやっぱり自分の,ねあの判断で決められますのでまあまあいざ入居した後ででやっぱりちょっとっていう時もまあ現実的にはあると思うんですけれどえ貝柱さんからのメッセージで。 えー、私は今からは無理ですがもし20代に戻れるならそういうのも一度は体験してみたかったですとおっしゃってますが20代に限ったものでもないですよね一応僕たちのシェアハウスは35歳までって一応 LINE を1個設けてはいるんですね決まったあの数しかハウスはないのであのより若い世代にこれを体験して卒業していってほしいって思いがあるのであとはコミュニケーション重視なので、うん、あのどの世代がどう合うかみたいな時に まあ、あの18歳から35歳までラインを切っているんですけどあの世の中にあるシェアハウスっていうのは、うん、全然そういうあの制限ないものがたくさんあるので、うん、あの40代、50代の方でもシェアハウスに住んでいる方はたくさんいいらっしゃいます、はいでまあ、そんなシェアハウスで、えー、トラブルがもしあったらどうやって解決するのでしょうか住人任せなのかそれとも、えー、運営側が第三者として関わるのかというご質問です。あの入居者同士の、えーとはな トラブルに関してはまあ、基本的に自分たちで話し合ったかいっていう話で当事者同士でやってもらいますよっていうのも一つさっきのグランドルールとして置いていますで、一方でそこでは解決できない問題っていうところが出てきてしまった場合は第三者として関わりますし あと近隣の方近隣の方々とのトラブルとかに関してはやっぱりずっと管理をしている僕たちの役割でもあるので、うん、近隣の方に関しては入居者に任せずに僕たちが間に入って一緒に謝りに行こうとかって話をしたりですとか、うん、そういう教育的なところも間に入ってやってます。ちょっと夜中につい お酒飲んで大騒ぎしちゃってご迷惑かけたらちゃんと謝りに行くっていうのそれもですよねでもあの、まあ、シェアハウスってその一つのお家とかもしくはえ集合住宅ってものですけれどやっぱりその、ね、今みたいにその近隣の方とのお付き合いもあるしもっと広く言えば町の中の暮らしもあるしそのやっぱりその多文化共生社会っていうのも今日の一つのテーマですけれどやはり。 いろんな国いろんな文化いろんなその、まあ、常識圏から来た人たちが同じ場所で共生するってまあきれい事だけじゃなくてやっぱりいろいろねいざこざもあるし制度で縛るところもあるしコミュニケーションで解決するところもあるっていうシェアハウスって一つのんだろうミクロで見た時の本当に共生社会多文化共生社会って今の日本に、まあ、これからの日本に。 もっとこういうのっていろんなところで増えていくんじゃないかなって思うんですけれどこちらねあの下手のパンダさんからメールいただいてまして、えー、自分は日本語学校で講師をしているものですが G7 で海外からの留学生を受け入れてないのは日本だけという状況ですそのため卒業する学生はいても新たに入学してくる学生がおらず学生は減るばかりで学校としてもギリギリの状態です 個人的には早く日本が留学生の受け入れを再開してしててほいいと願っていますこの件についてあまり触れ,るか触れられることがないのが残念でならずメールさせていただきました。というねまあその留学生もしくはお仕事をしたいっていう方々が日本に入ってこれないっていうのはねどれぐらい続くか分かりませんけれどやっぱり。 いろんなところでこれは影響を及ぼしてくることになるそうだなと思いますね。そうですねあの、まあ、最近のニュースでもあったあの日本の中の私立の大学のもう半分以下が半分ぐらいが定員割れしているみたいなニュースもあって、えー、あのやはり海外の方の、えっと、労働力だけではなくて、まあ、いろんなところに僕たち支えられ始めているので。うん 海外の方と一緒にこう共生していくっていう日本にこうアップデートしていく時期がまさにあの来ていると思っているんですけども、まあ、そこに対してどれだけフレンドリーに歩み寄っていく体制を組めるのかっていうところがすごく求められているのかなとでそこの一番まあ最前線というかそこでまあ言語っていうところを教えてらっしゃるこ日本語学校さんは僕たちも提携先ってパートナーなので、うん、すごく苦労されているので。 あの実際に潰れてしまう日本学校さんもやっぱりあるって聞くのでん,なんかそこは早くなんとかしたいなしてほしいなと思いはもう僕も全く同じです、ね、そうですよねこうやって、まあ、ワクチン接種率も増えてい上がっていってで、まあ、実際の,、ねあのまあ、感染者数も下がっていっていろいろ緩和されていく流れでじゃあこの1年以上ずっと入国,入国を待っていた人たちは どうなるのっていう話もしっかり政治の場でしていかなければならないと思いますねはい、はい、ありがとうございますはい、えー、こちら甘えび王子さんからのご質問ですシェアハウスで男女一緒だとカップルは誕生しますか 私の話はしませんけれど <laughs> 私の話は先ほどはしませんけれど李さんのお話を聞いてみましょう。これはですね <laughs> あのさっき山田君がみんな優しくてっていうように、うん、みんなないい人なので生まれます、ね、生まれまままれれすすね自然発生しますか、はい、で僕たちは、えっと、一緒に 住むっていうところで来る時にカップルっていうのはお答えしてるんですよね、うん、あのコミュニティに俗さなあのうまくいかなくなっちゃうのであカップルとしてシェアハウスに入ってくるとちょっとなんか自分たちだけの世界観出ちゃうじゃないですか、はい、ああちょっとイチャイチャい、はい、リビングでイチャイチャするとやっぱり行ったらうわーみたいな感じがあるので、うん、でも途中からカップルになったらそこはもうどうぞご自由に。そうです、うん、であの大抵は、うん あの家賃を2人ともそれぞれ例えば数万円払い合っているので僕たちに対して、えっと、2人で出てって同棲するパターンが一番多いですあ<ー>そうすると家賃ももう少し安く済んでっていうのがあるので、はい、同棲するから退去しますっていう卒業するパターンは結構多くて実際今まで十何年もやってるんであの結婚してもう子供もいるようなカップルとかも僕は知ってるだけでもたくさんいますね私,私も何組か知ってます、はい、あの以前住んでたシェアハウスでシェアハウス住人同士で付き合って。 気がついいたたら結婚しますって言ってて言、えー、みたいなそうであとあの別のカップルでは彼女は女子ドミ、まあ、そのドミトリー部屋ア,アイ部屋にいてで彼は男子ドミトリーにいてでこう、まあ、日頃の生活をね共にしているとなんかちょっと恋心が生まれて二人で個室に移ったんですよ広い個室に二人でこう入ってシェアハウス内のちょっと半導棲みたいな感じで。<laughs> で私たち他のメンバーは まあ何事もあの変わらず、接してましたね、うんうん、なんか、ファミリーのような感じで,で、ね。周りのハウスメートが不快にならなければ、でまあ、不快にな,るとなった場合は、さっきのご質問のように、僕たちが介在して、あのサポートをするっていう感じになりますね。うん、もう一つこちらあります、はいえー K えー、独居老人、一人で暮らしている老人はシェアハウスを運用すれば孤独死が避けられるのではないだろうか、おこれ、面白そうなアイディアですけれど。いやすごいあの、この方が考えたアイディアなのではすごいなっという感じであのシェアハウスで一緒に暮らすことで解決される問題っていっぱいありまして、はい、それこそあの、えっと、母子家庭の方。 えとシングルマザーの方が一緒に暮らすシェアハウスっていうのがあったりですとか、うん、えとこういうシニアの方と学生が一緒に暮らしたりそこにサービスがついたりとかっていうのですごいいろんな形で一緒に暮らすっていう価値はあるのでまさにシーリニアの方向けのシェアハウスっていうのもあるのでいわゆる老人ホームではない、はい、老高齢者用シェアハウスそうですね<ー>なのでまだまだそういうこの介護を受けなくてもいい方々、はい で一人で暮らしているという方々が一緒に住みながらいろんなアクティビティをするということも出てきているので<ー>これもまた新しい住み方だなというところですよね,ねなんか第二の青春みたいな感じがしますよねそうなんですね、まあ、まさに、ね、これからの,その、まあ、多様性多,多文化社会につながるじゃないでしょうかシェアハウス、はい、ありがとうございますここで一旦お知らせです no <laughs> 明日のカレッジ今夜は明日のお仕事学部国際交流シェアハウスが作る多文化共生社会と題してボーダレスハウスの李誠一さんとお届けしてまいりました。 えリーさん今日はあの私個人的にとってもいろいろ懐かしみのあるテーマだったのですごく楽しかったですけれど、まあ、一つのシェアハウスから社会のいろんなところが見えてきてすごく考えさせられるお話でありましたえ YouTube でご覧になってくださっているジャパン一1 3 7 8さんからこんなコメントが来ています。え昨夜の菅首相記者会見で 菅首相記者会見で西村かりんさんが留学生の入国拒否について暖急していたのに回答をスルーされた日本の教育と国際センスのなさはシェアハウスの外国の皆さんにとっても切実な問題だよねというまさにそうですね、本当に、えー、早く物事がいい方向に変わってほしいなと思います。 はいーさん、そしてですねえこちら最後の質問ですけれど佐々木さんからのご質問コロナ禍になりシェアハウス業界も大変だと思いますが何か未来が明るくなるような新しいことなどはああるののでしょうかはいあのさっきの山田君が、えっと、ボーダレスハウスに住んでくれたきっかけというのがボーダレスハウスに住みながら生活の環境を変えて 僕たちが提供しているオンラインのインターンシップを提供するっていう BH キャンプっていうプログラムがあるんですけど<お>あのそこにこうチャレンジをしてきてくれたんですよね。はい、1> で1か月2か月は国際コールシェアハウスに住んで、えっと、今僕たちボーダレスグループっていうソーシャルビジネスの事業会社がたくさんあるので。へー あのそことあのオンラインでミッションを与えて自分たちのチームでインターンをやるっていう,うん、うん、でまさに留学に行けなかった大学生が何人かチームを組んでやるってしかも同じハウスに住んだら合宿みたいな感じになるっていうお<ー>、はい、楽しそうところがあってあとは僕たちイングリッシュオンリーハウスっていうのであのさっき日本語も使えるって話だったんですけどもっと英語を縛る物件とかも始めたりしていてなんかその。 えっと海外に行けないとかっていうところにおいても国内で考えて工夫すればできることとかでそういうことを提供した時にその経験を求める若者たちってすごく多くてなので何かそういう機会が失われているんですけどもそこに対してああのまた踏み出そうっていう若者たちがすごくいるなってやっていて思うのでなんかそこに応えられるようなあの事業をこれからもやっていきたいなと思いますし。あと若者だけじゃななくていろんな方が ああいう海外の方と接する機会があった方がいいなと思っているので、うん、あの浅草橋っていうあの東京の浅草橋に新しい物件で地域の方とも関われるようなコンセプトのシェアハウスを今回作ったんですね一回<ー>カフェとかにしようと思ってましてはい、はい、でそういう方々にあの住まなくてもあの今みたいな出てきたアシュリさんとかとか一緒に関わる機会を子どもとか。うん あのシニアの方がなんかやる機会を提供できたら本当の社会づくりになるかなと思ってやっているので、そこはまあコロナに負けじとあのリアルなものが少しずつこう緩和されていったらそういうところにもチャレンジしていきたいなと思ってます。素晴らしいですね。街づくりにもつながるし、国際交流、異文化交流にもつながるというまあこれからのシェアハウス業界ちょっと。 また新たにちょっとちゅ関心が湧いてきてしまいました <laughs> どうしようもうシェアハウスにまた住みたくなってきちゃいました <laughs> はい長い時間お付き合いいただきましたここまでは国際交流シェアハウスボーダレスハウス代表取締役の李誠一さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました お送りしたのは walk o f the earth で home will go でしたお知らせを挟んで時系学園コムグループプレゼンスあなたの夢は何ですか 200円コムグループプレゼンツ。あなたの、あなたの、あなたの夢は何ですか。今日は私花輪がお送りします。この番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介します。あなたの夢は何ですか。今日の夢追い人はこの方です。初めまして。 宮古ホテル潟でゲストサービスをしている鈴間健次郎です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。鈴、え、間、ー、さんね、はい、宮古ホテルさんって言ったらこれもね、有名なホテルですけれどもね、えー、ゲストサービスと言ってもね、いろんな仕事あると思いますけども、はい、どういった仕事がありますか。えっと、例えば、例えば、まあ、あと私はベルマンだったり、うん、ドアマンをやってるんですけども、うん、主にベルマンだったら、えっとお客様の、うん チェックイン前とチェックアウトのこのお荷物のお預かりだったり。うん、と宅急便の手配とかをしております。ーいやー、いろんな仕事がありますよね。あのお客様、をお部屋にこうご案内とかもしますよね。はい。はいお客様の、はい、家電のお部屋の。今はコロナ禍で、ちょっとアテンドはちょっと控えさせていただいているんですけども。そのコロ,ナコロナ前は、と、ちゃんと、あの、お部屋に行って、うん、あの。 設備の案内だったりとか、非常灯の案内とかをしております,すね。はい、はい、そんな鈴木さんまだお若いですけどおいくつですか。私今二十三歳です。若いですね、えー。ホテルマンのお仕事をして今何年目になりますか。と今現在は四年目になります。四、うん、年にあたるあたって、えっと一年えっと大阪で一年半ベルスとして研修してて、はい、で。 えっと、都ホテル赤田が開業してから大阪から博多に来たんですけども、うん、博多の最初の配属先っていうのがハウスキーパーですねあのお部屋の客室のお部屋の清掃を2か月か3か月やっててその後に、えっとに人事総務に行って1年半1年ちょっとしまして。 そこで採用活動の担当をしてたりとかしてて、でえっ、ー、と二ヶ月前にえっ、ー、と自分からあの上の人たちにえっ、ー、と表で働きたいんでんえっとあの自らの申し出て<ー>移動を自ら申し出て、はい、させていただきました二ヶ月前にという感じですね、はい、でゲストサービスの仕事をさせてくれるということで、はいはい、うんすごいねじゃいろいろも経験してんだねはい、はいえー、そんな鶴馬さんが ホテルマンをを目指したきっかけを教えてくだっと、はい、私がホテルマンを目指したきっかけは、うん、中学校の時に、うんえっと、英語の先生が寄せ書きのところに「うん、あのホテルで働いてるという名のが想像つきます」っていうので書いてくださって、うん、でそれで、えっと、まあ 僕自身もホテル結構好きだったんで、うん、あのでそれで目指すきっかけになりました。なるほど。その先生が寄席に書いてくれたんですかあそうですね。つぐまんはホテルマンやってるのを想像つきますってはい、そうですあ<ー>あ。その先生も喜んでるんじゃないですかそうです、ね、今もちゃんと業界のこういったあの状況なんですけど、うん、ちゃんとあのん話はちゃんとしてます。なるほどね。はい で、今日着てるその制服になるんですか。あ、これ制服になります。いや、かっこいいですね、はい。ありがとうございます。やってるんですね。お仕事をね。はい、やっぱご両親も喜んでるんじゃないですか。そうですね。あの、はい、久しぶりにあの表で接客できているので。うん、すごい楽しいっていうのはちゃんと毎日え。泊まりに来てくれたこともあるんですか。ご両親は。それはまだ一回、あ、一回もうないですね。 どっちやね今 <laughs> 一回も今あるみたいな感じですけどね <laughs> え一回来たことはあるのかあ、はい、見に来たことはあるけど泊まったことはないこと,、はい、となるほどと、ねはい、そうだよねやっぱり自分の息子が働いてるの見たくなりますもんねさそんなつぐまさんが夢に向かって学んだ学校とコースを教えてください。はい、はい効果 ブライダルホテル観光専門学校のホテルコースで学びましたうんです、ね、ブライダルホテル観光、えー、専門学校というね,ねあのオープンキャンパスにも参加したということですけども高校2年生の時から高校3年生の夏、まあ、から秋までに結構参加して。はい しましたあやっぱりその経験が、はい、この学校だっていうふうに思ったわけですね。そうですね中学校からの夢であるホテルマンになるためにはここに行って叶う、うん、叶えるしかないと思って何回もいてましたそっかあの初めて受けた授業、はい、印象残ったりすするででしょうかそうかそね、えっと、初めての授業はもう,ほもう全部なんですけど、うん、その中でもやっぱりあの。 ホテルにホテの学校なんであの基礎、うんうん、あの礼の仕方とかはいはいあのそういうマナーのマナープロトコルの授業が一番はい、ね、残ってますねはいその辺のねことをねいろいろな講師の先生に教えてもらってはいはいという感じでございますけれどもやっぱりこの接客の授業どういうことを教わるんですかえっと接客そうですねまあそのマナーの面もあるんですけど、うん、やっぱその ホテルはあの宴会とかレストランとかあるのでそのレストランの授業だったり、えっと、ホテルのその予約の取り方っていうか予約のその入力の仕方とかパソコンの授業でやっていく授業が多いでですすねねここって入入力力しいいくそ手手順順の、ね、よ、ねでまあ、いろんなことを経験しながらねまだまだこれから津川君もねホテルマンとして成長していくと思います。けれども えー、そんなホテルマンを目指している後輩たちたくさんいますけれども、はい、何かアドバイスがあればお願いします。そうですね。はい、えっとホテルマンで一,応一番必要なことは挨拶と笑顔とコミュニケーション能力ですね。うん、えっとその挨拶とか、えー、笑顔っていうのは日々毎日やっていればえっと自然と身につくものなので、あのこれからも頑張っていただきたいと思います。うん、ね、ありがとうございます。 えー、そして鶴間さんこれからのもっと大きな夢があるのでしょうか鶴間さんあなたの夢は何ですかはい私のこれからの夢は仕事の幅を広げていきたいっていうことです、うん、これからえっとリーダーだったりサブリーダーだったり人の上に立って指示とかそういうのができるような人になっていきたいなと思っておりますうんなるほどねはい、うん、それ僕も今度は 泊まりに行った時はねはい、ぜひあの、お願いいたしますちゃんと挨拶してくださいねあはい、ちゃんとはいちゃんと、はい、寂しいからほんとスルーされたらいや、もう無、はい、はい、<laughs> はい、ありがとうございますはい、はい、この番組は YouTube でもご覧いただきますあなたの夢は何ですか TBS で検索してください今日の夢おびとは都ホテル博多のホテルマンつぐまけんしょうさんでしたありがとうございましたありがとうございました

続いては TBS ラジオ今週の推薦曲「バンクバンドフィーチャリングミーシャ「a f o r g i v e いやー私はね、あの残念ながら先日、35歳という年齢制限をちょっとギリギリ超えてしまったので、ちょっとボーダレスハウスさんにはもうちょっと今後はお世話になることはないかもしれないけれど、今日のお話はちょっとね、いろいろなんでしょう、自分の、ま、過去15年近くのシェアハウスヒストリーがね、ちょっと走馬灯のように。 目の前を流れてきましたけれど、まあ、これまでね、えーまあ、主に東京、そしてニュージーランド、あと一瞬だけアメリカのアリゾナっていうところのシェアハウスに住んだことだったけれど、まあ、16、17件ぐらいの中で一番短くて1ヶ月半、2ヶ月ぐらいで、一番長くて1年ちょっとっていう、いろんな 共同生活をしてきた私ですけれど、まあ、本当にあの相性が合わなくてあもうすぐにここは出ようって思ったところもあったしあのちょっとだけと思ったら意外と居心地が良くてなかなか退去したくないっていう、まあ、ずっといたいなって思った本当にもうまさにホームっていう気持ちになれたシェアハウスもありましたね。 でまあ、みんなでこう、ねまあ、フェスに行ったりキャンプに行ったりお花にしたり誕生日サプライズしたりっていう時もあったしで自分一人でゆっくりじっくり、えーまあ、なんか考え事をしたりあの自分の殻にこもるっていう時間もあったしそこは本当にねもうその時自分のその時の人生の、まあ、フェーズだったりその時のシェアハウスの環境にもよりましたけれど。 本当に自分のね、まあ、20代、あと30代少しだけ、シェアハウスというものはもう大事なものでしたね、今振り返ってみると、うん、まあ、こうやってね、シェアハウスを通して、今、そしてこれからの日本がどんな感じで共生社会というものを作っていくのか、今後、さらに注目したいなと思います。今日はもう一緒に学んでくれてありがとう 赤坂 TBS ラジオのスタジオからキニマウス,塚本,がキマウス塚本2期がお送りしてきました明日のカレッジ、最後の最後で自分の名前が言えませんでした、えー、この後で YouTube の方でアフタートークをしますのでお時間ある方はぜひそちらでお会いしましょうさて明日木曜の明日のカレッジですが、えー、これはねとても大事なお話になりそうです。 去年お亡くなりになった女子プロレスラー木村花さんのお母様、木村京子さんと、レイ法律事務所代表弁護士の佐藤大和さんをお迎えします。インターネット上の誹謗中傷の根絶に向けて、活動を続けるお二人にお話を伺っていきます。 えー、ぜひ明日も皆さんラジオラジコ YouTube でご参加ください一緒に明日も学んで考えていけたらと思いますそれでは「明日のカレッジ」明日で9月も終わるということで今日はこの曲でクロージングです Green Day, Wake me up when September ends. また明日お会いしましょう !See you tomorrow! バイバイ これ、ね、あの自分の名前が早口言葉みたいですね「<laughs> はっはっは」ってネタにしたこともありましたけれどなんでなんで最後の最後で自分の名前になくなるかなか、ね、<laughs> ちょっと成長見せられるとこだったのに成長何それ美味しいのん <laughs> 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 な,なんでしょう今日ちょっと多かったですね今日そうですねあの,今のはまあ主雀首,首相朱雀すがす。 菅総理大臣 <laughs>、ね、菅首相、あこう言うとね、ちょっとこう悪意に満ちていかなってしまうけれど、早く、早くあの退任されて、私のこのあのつ音の悪さのためにも、早く、ちょっと次に。<laughs> 次に進んでほしいっていう話はね、あの、まあ、今日の冒頭でも少しニュースの話でもありましたけどね、総裁選の話、ま,あ、まだまだわからないですよね、ねあの今日今日決まったばかりで、うん、でも、まあ、まあ今日もね、ちょっとまあシェアハウスっていうところから始めて、まあ、なんでしょう、あの私はね、まあ、これまで、 もうねどこからどこまでがシェアハウスでどこからどこまでが引っ越しかっていうことすらも実はちょっと曖昧なんですよ。あれは引っ越しだったのかあれ,はあれが引っ越しだったっていう状況が分かるんない。あれだからつまりそのえっとあの住所不定な時期があったんですよ。でまあその知り合いとか友人とかちょっと あの優しくしてくれる変な言い方変な言い方ちゃんとしたお仕事の先輩とか友人とかそういう人たちが甘えられる存在ですね甘えられる存在そうっていうとどんだけ甘々なんだってこんな話ですけれどもうまあ皆さんもうち一人暮らしだけど部屋空いてるよって言ってくれたお姉さんとか。 もともと自分が昔住んでたシェアハウスに待機滞在してた人が今町工,町町工場の倉庫でちょっとこう自分たちで改築したシェアハウスに住んでいる っていうところにしばらくいさせてもらいながらースーツケースを置かせてもらいながらちょっと海外出張行ってきますでまた戻ってきてまた住、ま、みますあもう一回海外出張行ってきます,すでようやく落ち着けるからじゃあちゃんとした拠点を探そう、うん、スーツケース預かってくれてありがとうみたいな<ー>あれは引っ越しだったのかってそういうことです結構じゃあ長い間置いてたってことですねスーツケース。 そうでですねでそれもね、まあ、向こうもおいでってもいいけど責任は取れないよってそ,うあそれはもう分かったってであのどれぐらい責任が取れないかっていうとその町倉庫があるまあちょっと下町っぽい、ね、エリアだったんですけれど本当にあの外なんですよ外,外にそのね <laughs> 町倉庫のちょっと敷地内に小屋を建ててあとその離れみたいな。 そうそうそう,そうまあ離れってね言い方はちょっといい感じですけれど <laughs> いい方向にトレーラーハウスみたいな感じ <laughs> な <laughs> そうでそのトレーラーハウスのそばにちょっとこうトンテンカンテンってちょっと作った木造の物置場があるから、はい、ここにスーツケース入れていいよって。 だから本当に変な話誰でも通りすがりの人がちょっとちょっと覗いておスーツケースあるじゃんって思ったら持っていけるぐらいのところに恐ろしい一ヶ月以上スーツケース <laughs> 恐ろしいちゃんとあの雨風からはちゃんと守られた状態だったんですけれど。 まあおあのありがたいことにちゃんとえ当時はそのスーツケース1個で生活してたってことっしゃいます。あそうできたらよかったんですけれどスーツケース1個プラスでかいリュックプラス手提げ袋3ついやでも、ね、ちょっとなんかそれで2、3ヶ月です、ね、いろいろなんかこうなんかあのふまあまあル,ロルノルノルノンな感じの。 ルローリニ2期でしたけれど、うん、まあ今はねもうちょっとこう落ち着きたいっていう願望が当時よりも大きくなってあの頃はあの頃で楽しかったんですよなんかこう、うん「北風小僧の勘太郎」みたいなちょっとこう「いろんなとこよいけ行ったりいいね呼ばれたり」ね、からのみ、ね、なしぐさで,、ね、ですって言ってましたけれどそう。 でもまあそれもそれでねまあ、今日もねそのあの李さんの話とかあの山田さんアシュリーさんのね、はい、あのリモートで写ってくださったお二人の話を聞いてうんやっぱり私はあの経験があったからすごくいろんなこと学べたしいろんな人と交流したおかげで。うんはい まあ面倒くさいこともありましたけどね。本当に。普通に生きててもね。普通に生きてます同じようにだっありますから。そう。でもそれでもやっぱりあのいろいろ自分の人生経験豊かにしてくれたかなって思いますね。そう。でまあね今日のお話を聞いてくださった人にとってはもしかしたらちょっとなんかもう別世界のような話かもしれないし、なんでそんな知らない人どうして暮らせるの、ね、とかね,ねあの思うかもしれませんけれど、でも最後の最後でリーさんがおっしゃってたような。 あの住んでない人にも開かれたシェアハウス、ね、例えば1階がカフェだったり、ね、コミュニティスペースだったりで,で近所の人たちがちょっとこう憩いの場として使ったりあのそういう感じでちょっとこのコミュニティづくりになななれるよようなシェアハウスっっってていいなって思ったんですよねそう私も以前住んでたシェアハウスはちょっとそういうところをやろうとしてた時期があって、うんうん、いろいろあの。 ちょっっとと日カフェとかやってみたり <laughs> みんな通った人によ呼んだりとかそうですねなんかまあちょっとイベン小さなイベントができるようななんだろうなじゃあお友達に呼んできてみたいなそうですね12畳15畳なんて言うんだろう、まあ、まあ結構広いお部屋がリビ,リビングがあってでそこでちょっとこうまああの知り合いの知り合いとかちょっとこう、まあ、小さな音楽フェスっぽいことやろうってなって。 でその時にじゃあフード作る人でコーヒー入れる人でちょっとまあ一杯100円とか200円とかいろいろみんなでこう持ち合わせてちょっと小さいフェスおうちフェスみたいなことやったこともありましたねうん、うん、なんか楽しそうですねやっぱそれね。うんうん、でそこで住民じゃない人とこう出,出会いがあってでいろいろなんか仕事につながったりとかありましたね結構。そうシェアハウスで1回だけちょっとお話し,した人から後日 ちょっと翻訳お願いしたんですけれどみたいなことあったりしてそう今はねちょっともう少し自分の空間とか自分の生活のペースっていうのが大事だなって思えている、うん、まあお年頃なので <laughs> 先日ね <laughs> そ<う>誕生日迎えましたしねそうですねいろいろね、あのー、人生の階段 <laughs> 上,がっ上がり続けていますで、ね、<laughs> でもでも正直 まあまあ一人暮らしはねあのやりたいんだけれど何でしょうねやっぱり開かれたお家っていうのが開かれたお家開かれた、まあ、そのシェアハウスっていうか例えばなんかあなまあご近所さんとかお隣さんにちょっとなんか「すいませんちょっとお醤油貸してくれませんか?」とか「ちょっと作りすぎたんですけどどうですか?すか」とか。 そういうのができるとこだったら一人暮らしでも全然できると思うんですよ。なんかそれが全くないとねちょっと寂しいかもしれないでも今はそういうの多いんじゃないですかマンションでも隣知らないとか,いかそうですよねそうなんかそういうそうなんかいい方法ないですかね でもまあもちろんねなんかシェアハウスがこれからのスタンダードになるわけではないと思いますしですね,、はい、ねでもまあそういう選択肢があるっていうことにちょっと思い切ってジャンプってしてみたらもしかしたらまあね何かこう人生に新しいスパイスのようなものがなんか。 あるんじゃなないかなってで特にまあ今日はねその、まあ、外国人の方々が、ね、日本に入ってこれないっていうあの課題についても少し触れましたけれど、まあ、これはねやっぱりその、まあ、日本のシェアハウスで暮らしてる外国人の方やっぱり多くは若者で、ね、そのが留学生だったり社会人始めたて。 あとまあ英語の先生とかねまあいろんな企業で働いている方もいますけれどそういった人たちが日本に全く入ってこれないっていう現状はちょっとねこの1年半という続いたコロナの中でそろそろ何らかの変化の兆しが見えないと日本の経済とかいろいろなところでね、う。ん まあ今日もね日本語学校の先生がお便りくれましたけれどん学校とか暮らしとかと単純に外国人を見ないっていう時代に戻っちゃう後戻りしちゃうのがちょっとちょっと不安だな,なって思うんですよね世の中がね世界中にね多文化だったりとかいろんなものをね認めてたりとかする中ですからね。 やっぱりその、まあ、まあ東京以外の地域ではねあのどうかちょっと私は分かりませんけれどようやくここしばらくでねなんかあの外国人がいて当たり前みたいなであのうーん言葉が通じない人にもどうしたらコミュニケーションできるかやさ優しい日本語みたいなことが広まってきたのにまたここでこう完全に「入国ストップ」ってなっちゃうと。 若い人だっていうちょっとちょっと少し昔の時代のね日本鎖国っぽい日本に戻っちゃうのはあまりにももったいないなって思うんですよ。すまあ普通にはならないと思う。そこやっぱコロナというものがついてきてしまうから。そうそう。そこがちょっとやっぱ難しい問題ですよ、ねそね。そうなんですよね。そうで今日もねあのお便りにあのありましたけれどあの西村カリンさん、はい、フランス人、えー、記者の方よくねあの日本の 政治のこといろいろ報道されてますけれど、まあ、彼女も、ね、あのこのことに関して菅首相に <laughs> 先日、意見を求めだったんですけれど、まあ、返事をもらえなかったとっいう。 はい、あの実はちょっとねあのそのまさにその西村かりんさんに今後近々お話を、ねお話うん、聞きたいなって私以前から思ってたんでそこは今ちょっとセッティング中なんですけれど、ねいはい、ちょっとね西村さんのご意見、まあ、日々の話もちょっと聞いていきたいなと思っておりますそうでも今日はなんかこうミクロの話からマクロの話まですごく広げられて面白かったですね。うん ミキさんのね、そのやっぱシェアハウスの経験もいっぱい出てきましたしね、お話の中でまだ話してないことはたくさんありますけどね、それ聞いていいやつなんですかえまだ次回ですね、それはね。あそうですねはいあのい,いつか本にでも書きますんで、本が本が出たら買ってください。はい、<laughs> いや、でも本当にあのあれですよ、あの青春、青春してました。ははい、はい <laughs>、はいいええー、ととね、えー、っとねうううんうん、うん、はい まあ今日は、ねそのまあ、別にこれは、まあ、ただの偶然ではあるんですけれど明日,の、ね、明日のカレッジは、まあ、今日よりか、えー、もっと深刻で、ねあ,のまあ一言で言えば何だろう言葉って時に人を殺すぐらいの凶暴な武器になるよねっていうことについてちょっとじっくり考えて「そうそうペンは剣より強し」っていう、えーまあ、良くも悪くもなんですけれど。 はい、であのー、はいえ、まあ、皆さんもご存,ご存じだと思いますけれど、えー、去年の春にお亡くなりになった、えー、女子プロレスラー木村花さんまだねこれから人生人生これからっていう時だったのに突然、えー、お亡くなりになってしまってたくさんの人にね衝撃を与えました。木村花ささんんのお母様、えー、京子さんは まあ、花さんが亡くなった後からずっと、えー、彼女が受けていたインターネット上の誹謗中傷、まあ、本当にもうねあのひどい言葉をいっぱいいっぱい受けていて苦しんでいたという、えー、ことに、まあ、本当に何でしょうこの,この状況をかこれが許される状況を変えていかなきゃいけないという。 切実なな思思いいいがあるんじゃないかと思います、えー、京子さんと、えー、代表弁護士,、えー、弁護士の、えー、佐藤大和さんに明日お話を伺いましてまあインターネット上の誹謗中傷まあ私もねツイッターやってるとよくよく目にしますけれどもうボケだのアホだのブスだの死ねだの本当になんかお前それ目の前にその人いたら言えるかって言えるかってそこにいるの人間だぞって。 そう,あのそういう人たちがね、まあ、なんでこういうことをやってるの言ってるのかなって思うと、多分もう、分かってないんだろうな、いろいろ、その、まひ、まあ、もう考えて、考えずにやってるんですよ、うんね、そのス,スマホだか、ま、パソコンの向こう側に人がいるっていうことを考えずに、ね、誰かの心を傷つけるようなことを言ってるということ。 まさに、えーまあ、侮辱罪というものがね,ね、えー、先日厳罰化されるということが決まりましたけれど、はい、そういった話に明日はフォーカスしていきたいと思います。はいまあ、あのこれを見てくださってる方おそ、うん、らくねあの、まあ、YouTube のように、えー、インターネットさまざまなプラットフォーム使ってるかもしれませんブログを書いたり SNS やったりしてるかもしれませんけれど、まあ、この誹謗中傷の加害者にも被害者にもならないために 一からちょっとね明日はいいる皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、えー、ぜひ明日も一緒に考えてい学んでいけたらと思います同じこと二回言いましたはい <laughs> すいません <laughs> 全然一緒にあと今日裏話があるんですかなんですか誰かがいらっしゃってましたよねあそうそうそう今日ねさっきねあそこにねあのサテトさんがいたんですよあそこにもうあのサブの方 サブの方にあのああれサブって言うんですか？はい、あれ、サブって言うんですって。あっち、あのサブの方に伊達さんが現れて一瞬目を疑いました。もんなんかあれ、なんか佐藤さんのようなあ。佐藤さんだってで、なんかちょっとあの用事が新しくて、赤坂にあの tbs に来られてて元気そうですね。って、あのおっしゃってくれたので、あ佐藤さ,さんも元気ですか？って言ったらはい。私はいつでも元気じゃないです。あら、それは大変。<laughs> シェアハウスだ無理砂鉄さ,さんさ,てつさんがシェアハウスに住んだらあれですよもう一日で歯ぎしりしまくってまた奥歯の詰め物が取れちゃってまた歯医者さんに行かなきゃいけなくなっちゃいますよってうんでもそんな砂鉄さんでもうんちょっと考えてあげたいです私。どうしたらさ,てつさんが どんなシェアハウスだったら苦しまずにい,やいいいじゃないですかの <laughs> 共存生活できるか <laughs> 程よい距離感で温かく見守ってあげれるようなそんな例えばその大きな敷地があってこう私が母屋々木さんが離れであのなんかちょっとこう。 ご飯です。よーって彼鳴らして。そしたらなんかこうそう。敷地の反対側からこうなんか、今日はご飯いりません。っていうなんか？なんか物をあの合図を置くんですよ。あのホテルに、ね、サテトさんがそうそうそ。うご飯いりません。みたいな,いたいなあ。今日もご飯いらないんな。サテてさんみたいな。

ってたっていうかねあの仕切,っ仕切ってたっていうかね <laughs> 世話世話を焼いちゃったりするんですよそのあ、ね、で二十人以上も暮らしたら<や>まず、ね、まず玄関がね靴があんたたち靴揃えなさいっていつも言ってるでしょうかっていういい年した大人たちに。 でそれでいろいろまあねでもそれ世話,世話を焼くのが楽しかった時期もあったからあでもそこからだんだん少しずつ少しずつイライラがたまってきてそりゃそうですよって私何のためにこう家賃払ってんだみたいなでそれでいろいろ考えた末にあ「あ私はこの家が大好きだしここの仲間も大好きだけど私が一人で勝手にカリカリイライラしてるのがよくないんだから出よう」。 でそれで歩いて5分のところに引っ越しました。近いな。歩 <laughs> <laughs> 大好きっすよこのそうそうそう。<laughs> 歩いて5分のところに引っ越しして <laughs> 毎日のように通いおかんじゃないけれどあのー、まあ通い通ってましたね。た通いお館が。通いお館が通ってましたででたまにちょっとだけ。 あ,のー、あここなんかまた冷蔵庫ちょっと賞味期限切れてるものがまたいろいろあるよみたいなるいや,やだな牛乳腐ってるしだって住んでないでしょもうんでないでしょ住んでないのにやってるんですよほんとにねもういい自分でもあればれもあで周りは楽しくなったくと思うって書いてくださってます、ね、うんまあ今でも交流はありますよ、うん、なんならたまにこれは聞いてくれてますしあ本当ですかそうでなんか 2期んかちょっとよそユきの声使ってて気持ち悪いなみたいなことをなんか <laughs> そんなことをなんかうちわで話したりしてて。 うっせえわ、っていう感じですけれど、はい、まあ、そんなね、私の、そんな昔の。<laughs> いや、掘ったら面白いですね。明日のカレッジ、以前のね、あの、話はいろいろま、ね、まあ、掘れば掘るほど出てきますけれど。はい、一度に出したらつまらないさ、そういう,ね、そういうことです。はい、な、まあ、それぐらいにしておきましょう。はい、そ <laughs> れで、あ、けんけいさん、今日もお疲れ様でした。したお疲れ様でした。はい、それでは、皆さん、また明日も、よろしくお願いいたします。バイバイ。お疲れ様でした。<laughs>